スの車体が久しぶりに外れに向かってます。2ヶ月前からね、数も大きさもね、良くなってきてると思いますんでね、今日は一日ハゼ釣り楽しんでいきたいと思います、うん、あ、おはようございます。すいません、磯目が欲しいんですけど、はい、サプリ釣れてます？あ、釣れてる、高いからね。あ、はい、釣れてます、はい、はい、じゃあこちらの境川の水門のところですね、はい、いつもはね向こう側で釣るんですけど、ちょっと日陰がねこっちできてるんで、ちょっと今日こっちからねやってみようかなと思います。今日は下雪使っていきます。餌はこれぐらいですね。1本投げといて、あと手延べで1本やりましょうかね。じゃあもう1本は延べ竿でいってみます。まあ許容範囲って感じかな。いい、今日一です。今季一番でかいかな。まあ言うても7-8センチですか。まあぼちぼち大きいサイズいきましたよ。広い釣り場があるんですけど、ずっとね当たりが来るのがねここなんですよ。前もなんか釣れたんですけど、なんだろうねこれ、カワムツ分かんないですけどね。まあちょうどハゼの唐揚げするので、これも一緒に唐揚げにしてみようかな。おお、大きい。なんかここ結構いい方のが隠れてんね。もうさっきからなんか入れ食いなんですよね、この場所。なんか入れるとすぐ食うみたいな感じなんですけど、ちょっとね小さすぎるんでね、リリース。おっすごくない？この子ね釣ってないのについてきたよ今なんだろう、2匹釣れたんだけど針1本しかないんだけど、15-16匹いるような感じですか。はい、ちょっとね直射日光が当たるようになってきたんで、少しね場所を変えて
続きやってみようと思います。しかし釣り人少ないですよね。まだ完全に本番ではないんでしょうね。はい、ここの日陰で釣りましょうか、しばらく。はあ、涼しい。ちょっとね、日陰がいいですよね。場所代わり一発目、やっぱいますね。サイズは変わんないかな、まあ、大体5、6センチってとこっすか。はい、屋根あるからやっぱりね、ちょっと釣りづらいですけど、まあ暑いよりはいいよね。最後はね、前回のね動画でも紹介した場所ですね。こちら、この間もね小さいやつは結構短時間で食いましたんでね、どのぐらい大きくなってるか、あと餌も残り少ないんで餌がなくなるまでやってみたいと思います。結構でかいの釣れますね。この場所って多分普通の延べ竿だと釣りづらいから、多分皆さん敬遠する場所なのかもしれませんね。はいないと思うんですけど、20匹は超えたって感じですかね。本日は浦安市境川でハゼ釣りを、してます。朝からね半日ぐらいですかね、もうあのハゼ釣りの季節が本番近いということでね、結構ちらほら釣られてる方いらっしゃいました。またねこちら本当家から自転車で来れる近くのね川なので、また定期的にね本日はご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。来ましたね。特にこのグレーシェットハゼの唐揚げですね。山盛りになりました。